Every Sunday morning。 この番組は音楽で人をつなぐピースストーンとストーンプロジェクトの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、トマト大好きアスカの気まぐれラジオ、はい、今回はですね、スパゲッティを作っていきたいんですけども、お家で、ほとんど包丁を使わずに作れるデッタデスカというパスタを作っています。普通にツナ缶一つ、ライトツナって書いてありますけど、何でもいいです。で、油を切って使います。ニンニクをみじん切りします。ニンニク1/2を、青い中心の部分を取り除きます。旨味じゃなくてえぐみがちょっとあるので、これは取っちゃいます。玉ねぎとかも結構青くなっていると芯取りますよね。それと同じです。で、みじん切りって、いつもこういう風に切ってます私は、ね。これ本当は切り離さずに切り目を入れて、ちょっと横に切り目を入れて、でポンと。で十分ですね。はい、それではフライパンにこのニンニクを入れます。鍋に沸騰させたお湯たっぷり、そこに塩を少々で麺を入れます。結構たっぷり入れた方が美味しいかなと思って私は入れてるんですけど、一缶だと多いなっていう方は1/2とかで、今回のこのデッタデスカっていうのはトマトソースの味なんですけど、前回ですねチキンカジャトーラを作ったソースが入ってる、今回こっちを使いたんですけど、普通のトマト缶のこの、トマトピューレでも大丈夫です。ですし、なんだろうな、こういう、もう出来上がってるこの、ちょっとバジルが効いてる、これでもいいです。これだとニンニクが入ってるんで、最初のニンニクは入れなくて大丈夫ですね。今、塩、油飛ぶんで。ケッパーとブラックオリーブ、砕いた鷹の爪ガーンガーン、しっかり録画されています。使ってください。アスカのハプニングキッチン。はい、
ここにですね、トマトを入れましょう。もう分量は大体 100cc。目が好きなの？柔らか目が好き。柔らか目っていうか普通アルデンテ。なんかアルデンテすぎるの嫌いなの、うん、ラーメン屋行っても絶対片面でって弱い、うん、だいぶまあいい感じのソースではあるんですけど、基本的にはですね、アーリオオリオペペロチーノもそうなんですけど、この茹で汁を頭一杯分を入れてさせる、これを乳化させるって言うんですけど、そうするとパスタの辛みがすごくいい。ではスパゲティ、トング大活躍だね。そうですね、
挫折して塞ぎ込む日もあるでしょう。夢破れ立ち尽くす日もあるでしょう。それでも愚か決まったわけじゃない。撮ってなかった今気づいた。残念でしょ。全部撮った後に気づいた今の叫びをもう一回撮りたかった確かにね、雰囲気大事だよね。また家庭に似合わないとかさ、うん、生活感のないとか言われるんだろうね言われるそうなの。セレブ感あるけどね、やっぱりいつも。なぜかセレブ感、庶民な感じがしない。なんか食べてるものとかが、そうなの。うん。この番組は音楽で人をつなぐピースストーンとストーンプロジェクトの提供でお送りいたしました。